ちは。今回は飯能桜まつりの開催についてお知らせします。天南山ふもとの中央公園で飯能桜まつりを開催します。楽しいイベントが盛りだくさんです。3月29日土曜日から4月13日日曜日まで飯能桜まつりを開催します。会場は中央公園です。桜まつりの会場ではさまざまな楽しい催しが開催されます。4月1日から期間中に行われる夜桜まつりでは夕方午後5時から10時までぼんぼりや提灯が点灯しライトアップされた美しい夜桜をお楽しみいただけます。また植木ショーによる花と植木市が行われます。4月5日土曜日はよさこい踊りと歌謡大会歌謡の夕べパート1が行われます。4月6日日曜日は郷土芸能保存会による飯能屋台囃子大会と吹奏楽グループによるポップスコンサートが行われます。4月12日土曜日は民謡大会歌謡の夕べパート2が行われます。また桜まつりの協賛行事として根の権現例大祭が4月10日木曜日根の権現天龍寺で、マス釣り大会子ども初心者釣り教室が4月13日日曜日飯能河原で開催されます。詳しくは広報飯能3月15日号をご覧ください。お問い合わせは商工観光課電話973-2124へお願いします。以上、飯能桜まつりについてお知らせしました。引き続きウィークリー情報をお伝えします。3月16日日曜日、エコツアーツールド飯能が行われます。同じく奥武蔵駅駅トレイルウォークが行われます。3月17日月曜日、健康相談が保健センターで行われます。3月18日火曜日、3歳児健診が保健センターで行われます。対象は平成22年11月生まれのお子さんです。同じく街中歌声健康講座が市民活動センターで行われます。3月19日水曜日、市民よろず相談が総合福祉センターで行われます。3月20日木曜日、上級救命講習が飯能日高消防署で行われます。同じく女性相談を市役所別館で受け付けます。3月22日土曜日、市立図書館で映画会を開催します。同じくエコツアー道草寄り道サイクリングが行われます。以上、ウィークリー情報をお届けしました。続いてその他のお知らせです。障害学習課からのお知らせです。文芸入門講座はじめの一歩を開講します。興味があるけれど
難しそう。何か新しいことを始めてみたいなどと思っている方は、この講座をきっかけに自分に合った文芸を探してみませんか？講座の部門、日時はこちらの通りです。どれでもお好きなものを受講できます。対象は市内在住または在勤在学の方で、会場は市立図書館です。定員は各講座30人で、費用は無料です。申し込み、お問い合わせは3月26日水曜日までに、障害学習課電話973-3681へお願いします。文芸反応第34号を刊行しました。多くの方から作品の投稿をいただいた文芸反応の販売を開始します。販売は3月19日水曜日から市役所障害学習課で開始します。価格は1冊700円です。作品を応募された方には、次の場所で1人1冊まで無料で頒布します。また文芸反応の特集記事や優秀作品などを紹介する文芸反応展を開催します。会場・期間は、市立図書館は3月20日木曜日から3月26日水曜日まで、市民活動センターでは3月27日木曜日から4月9日水曜日までです。お問い合わせは障害学習課電話973-3681へお願いします。市民参加推進課からのお知らせです。講演会、心も体も元気にする笑いとユーモアを開催します。毎日を身近な人と健康で心豊かに生きるためのヒントを、笑いとユーモアを交えてお話しします。期日は3月20日木曜日午後2時から午後4時会場は市民活動センターです。講師は北沢正嗣さん。定員は50人、費用は無料です。お申し込み、お問い合わせは市民参加推進課電話973-2626へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは、平日午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所広報情報課でした。